今回お食事2食付きのご予約なんですけども、はい、お夕食のお時間ご予約制でございまして、一番早くて6時から次が7時か7時30分になりますけども、朝ごはんは和食の決まったメニューになっておりまして、通常が7時30分から閉店が9時までの間でお越しいただくんですけども、特別それより早くなるご予定はございませんか？大丈夫ですかね？ありがとうございます。館内ご説明をさせていただきます。お部屋の方が梅川別館の3階となっております。今おられますのが本館でございますので、ちょっと下の階へ降りてください。降りてすぐ左手側通路がございまして、渡っていただいたところが別館の建物でございます。今回お泊まりは別館の3階フロアをご用意しております。お食事の方はちなみに見えております本館1階のレストランへ入社族ともにお越しになってください。夕食の方はご予約いただいた7時からで、朝ごはんは先ほどご説明させていただいたお時間内いつ来ていただいても構いません。人はちょうど別館渡り前の降りてすぐのところに大浴場はございます。今日は夜11時まで、翌朝は男女場所を入れ替えて6時から9時での営業でございます。お店に入られましたら他の席の証明になりますので、こちらのタブレット持ってご利用ください。何かあれば内勤勤務員へご連絡くださいませ。Thank you.